思うように買い物に行けないという高齢者など、いわゆる買い物難民の味方となりそうです。足立区のスーパーマーケットが今日から移動スーパー事業を始めました。野菜や調味料などがカラフルに描かれたこの軽トラック、これは今日から営業を始めた移動スーパー徳島丸です。足立区では4人に1人が65歳以上の高齢者です。近くに小売店や商業施設がなく、足が不自由で遠くに買い物に行けないといった、いわゆる買い物難民が増えている傾向にあります。その課題を解決しようと始まった移動スーパー。生鮮食品や惣菜などおよそ300種類の商品を載せています。希望があれば自宅の前に来てもらうこともできます。おばあちゃんどれ？780円。キャベツとかね。キャベツね。ネギが。ネギ。何本？2、3本。販売価格は店舗で売られている値段に一品につき10円上乗せされます。これは軽トラックのガソリン代に充てられます。初日の今日は多くの人が集まり、上々のスタートとなりました。便利ですよ。僕らもう92歳なんだからね。ここからカメラリバで行くでしょ。自転車で行くしかないですね。ありがたいです、うん。大きいスーパーだとやっぱりほらぐるっと回るだけなんですね。だからここはすぐもうこう、はいはい。これから忙しくなりそうですか。忙しくなりますね。休んでらんないです。頑張らないと。また高齢者と定期的に顔を合わせることで、体調の確認や防犯対策など地域の見守り隊としての役割も期待されています。やっぱり歩けない方がたくさんいらっしゃってて、もう僕らの話を聞いたときにすごい喜んでくれるので、これからまだまだ増えていくかなと思っていますので、少しでも役を立てればいいと思っています。高齢者の多い町に現れた救世主、移動スーパー徳島丸は今後もさらに需要が高まりそうです。移動スーパー徳島丸は26都道府県でおよそ100台が走っています。都内では新宿区や板橋区、そして今回の足立区で合わせて4台が街を走っていて、移動スーパーは全国的に需要が高まっています。